皆さん、こんにちは。今回は TQ 装備のオーバーロードについて、今回の話は長くなるので興味のあるとこだけ見ていっていただければ。まずはオーバーロードが何か、について説明します。オーバーロードとは現在のニケにおける最終装備です。キャラクターに対応する機用の、機用効果付きの TQ 装備をレベル5に上げ、その装備にカスタムモジュールを使うことにより、装備をさらに強化することができます。装備によるステータスの上昇量がさらに上がるだけでなく、装備改造効果という戦闘中に永続で発動する様々な追加効果を得ることができます。そんな公式チート装備ですが、一つだけ欠点があり、装備のオーバーロード化を行うと、永久に装備を外せなくなります。最終装備なので基本的に外すことはありませんが、装備の使い回しができなくなります。また、特定の機用かつタイプの機用装備はかなりレアであり、その点でもオーバーロード先は厳選する必要があります。今回はそんなオーバーロードのタイミング、おすすめキャラ、おすすめオプションを紹介できたらなと。補足 TQ 装備、キャンペーン16章をクリアすると解放される迎撃戦特殊個体にて入手可能。さらに機用効果付きの TQ 装備は、特殊個体の7段階から追加されるボーナス箱、もしくは挑戦によって得られるカンパニーアームズ、または15,800円の TQ 機用装備選択パックでしか入手不可。補足にカスタムモジュール、機用効果付きの TQ 装備だけでは装備のオーバーロードはできず、カスタムモジュールという専用のアイテムが必要。このアイテムは現状特殊個体の撃破報酬でしか入手できない。ではオーバーロードのタイミングの前に装備強化の優先順位について話していきます。これは基本中の基本ですが、装備は火力型の頭を腕から強化していきましょう。まずこれを見てください。TQ 装備の各部位、レベルごとのステータス上昇量です。ポイントは第1ステータス上の上昇量が大きいこと。そして第1ステータスに攻撃力がある装備は等々腕の3つであること。このゲームの最優先のステータスは攻撃力です。3分でどれだけダメージを与えられるかというゲームである以上、火力は全てにおいて優先されます。そのため基本的には頭と同装備のレベルを上げ、特殊個体の撃破を目指すのが最優先になります。ブラックスミスでノイズを使う場合など、防御を優先したい場合は同強化が候補に上がります。で、オバロができるようになった時、すぐにオバロしていいのか、について。私としてはオバロしていいと思います。と入っても火力型のよく使うキャラに限りますが、とにかく火力型を強化して特殊個体を早期撃破、それでどんどん TQ 機用装備、カスタムモジュールを増やすのが効率がいいと思います。防御型、支援型も戦力が上がるんですが、特殊個体ではあまり関係がないので後回しですかね。オプションの厳選についてもさらっと解説。装備をオーバロ化した時、リストの中の OP からランダムに1、3個の OP が付与されます。オプションの枠はそれぞれ付与される確率が違い、1枠目は確定ですが、2、3枠が付与されるかはランダムです。付与の有無が決定した後に OP の種類がリストの確率通りに決定され、その後 OP の値がリストの値の中で決定されます。そこから OP を変更する場合は、OP の数、種類、数値をすべてランダムで変更する効果変更。すでに付与された OP の数、種類は変更せず数値のみを変更する数値変更。ちなみに通常付与される OP の効果量はランダムですが、オバロ化した初回のみ高い効果量が固定で付与されます。そのため初回のオバロ時にいい効果が23枠目に出たら、その効果はロックして他の枠を厳選するのが主流だと思います多分。ちなみにロックはするだけでカスも2個消費さらに変更量も高くなるので気をつけて。実は各枠、効果量の抽選確率についても、解析情報で出回っちゃってるんですよね。解析なのでここでは触れませんが、気になる方はググってみてください。じゃあ実際にどのキャラ、どの OP がおすすめかについて。諸説あるのでここでは各機用火力キャラのトップを紹介。基本的にこの4人をオバロしておけば間違いないと思います。まずは無難オブ無難のピルグリム、モダニア。素の状態でも強いモダニアですが、オバロするとさらに強くなります。
オプションの命中率 UP により命中率 UP キューブがなくてもスキル2の大跳躍の発動条件が満たすことができ、キューブをリロードや弾丸チャージなどの強いものに変えることができます。MG であるため相談数上昇も効果が大きく、バーストの武器チェンジも合わせることで、弱点のリロードをかなり減らすこともできます。他に付けたいオプションとしては、万能の攻撃 UP や、アルトアイゼンに効果がある有利高度ダメージ UP 等が挙げられます。次にテトラのアリス。このキャラはオーバーロードしただけでは強くなりません。ちゃんとスキル1とバーストを10まで上げて、その上でオーバーロードをする必要があります。ですが労力をかけた分その実力は相当なもので、単体火力で言えばモダニア以上、最強クラスと言っていいアタッカーになります。同じテトラ火力の競合としてはルピー、シュガーがいますが、彼女たちとの違いは編成の核になりうる点。替えがつかないという点でオバロ最優先候補になるかなと。そんなアリスにつけたいオプションはまずチャージ速度。バースト時にチャージ速度を100まで上げて連射するのが強いのですが、スキル1とバーストだけでは100に届きません。そのためオバロで100まで持ってからが本領発揮です。次に相談数、連射ができたとしてもリロードがネックになります。リロード速度を上げてもいいのですが、それだと編成の幅が狭くなってしまうので、相談数を15発程度まで盛るのをおすすめします。あと付けたいオプションは先ほどと同じく攻撃力、またモダニアと同じ非属性なので有利高度もおすすめですね。チャージダメージ UP は計算式的に微妙です。後で語るかも多分。お次はミシリスのマックスウェル。スキル1のバフの効果量が非常に高く、先ほどのアリスとよく合わせられるキャラなのですが、なんと彼女、バーストの火力も一級品になっています。まあそこら辺は前の動画とかを見てもらえば。バフを負け、リターバフがかかる超威力の貫通単体バーストを持ち、手動操作時のゲージ回収も SR なので早い。万能バーストさんを2人あげろって問いがあったらモダニアの次にあげるくらい色々できるキャラです。ミシリスの有能揃いの中でも頭一つ抜けてるかなと。そんな彼女ですが、オーバーロードをするにあたって一つだけ欠点があります。それが、攻撃力が高くなりすぎる点です。スキル1のバフの対象が攻撃力が最も高い2人にかかるバフなのですが、オーバーロードをすることにより攻撃力が上がった結果、本当にバフをかけたいキャラにかからなくなる。といったケースがあります。基本的にアタッカーは自己バフを持っているため、そこまで神経質にならなくてもいいのですが、スノーホワイトは強い攻撃バフを持ってないので使う時には注意しましょう。おすすめのオプションはまず攻撃力が増すと、バーストの1発でダメージの大半を出すキャラなので、前の2人と比べて相談数やチャージ速度はあまり大きなダメージの上昇が見込めないんですよね。それはそうと相談数は攻撃力の次におすすめです。バーストためなどがかなり楽になるので。あと1枠は悩みどころですね。バーストのダメージが攻撃力 ×800 チャージ300なのでチャージダメージもいいなじゃないかなって思ってますが。最後にエリシオンのプリバケ。この子は特殊個体というよりキャンペーン攻略に強いですね。大正義リロードバフはもちろんバーストのスタンスキル2の大ダメージも。それだけで強いのでオバロしても強いということです。ただし注意点が一つ。最後の一撃スキルを持っているため相談数 OP は厳禁です。相談数を増やすデメリットに対してメリットが釣り合ってないんですよね。オバロは純粋にステータス増加で十分、オプションは攻撃力がつけばいいんじゃないかなと。ということで各企業オバロ最推しキャラでした。とはいえこの4人以外もオバロしたいのはわかります。そんな人に、各オプションについて簡単解説。クソ長くなってるのでさらっといきます。まずは有利高度ダメージ増加。計算式的にめちゃくちゃ強いです。詳しい計算式は省きますが、最終ダメージに乗算されるタイプのバフです。しかも効果量がかなり高い。ぶっちぎりで強い火力 OP ですが、弱点もはっきりしていて、弱点属性の敵にしか使えない、という点ですね。とりあえず妥協でつけるのは結構おすすめな OP だったり。次に命中率増加正直外れだと思ってました。SG キャラにつけると厚ま弾性能が上がり、重発ヒットの割合が増えるとかでかなり強いらしいです。エアプなので詳しいことは語れません。
命中の目安とか参考になったサイト様を概要欄に貼っておくので許して。ボロが出る前に次に行きます。最大相談数増加。これが裏目に出るのはプリバケやドロシーのような最後の弾丸スキル持ちだけだと思います。汎用性トップクラスの OP とりあえずつけとけ。次攻撃力増加最強 OP。これこそとりあえずつけとけですね。4つつけたら常時攻撃力40とか狂ってますよ。これ以上語ることもないので次チャージダメージ増加。これは計算式に恵まれなかった方の OP ですね。フルチャージ時の倍率に加算されるバフで。乗算型の攻撃力、有利コードよりはっきりと弱いです。その上効果量も攻撃力と変わらないので。今後攻撃力1万、チャージ100とかのスノホアが出たら強くなるんじゃないかなと。次チャージ速度、RL、SR に雑に詰めるのはいいですが、効果量が低いのでそれ単体ではあんまり強くないと思います。その分効果量の高い攻撃力、相談数を優先すべきかなと。米印バーストと合わせて100にできるアリスは別です。次クリティカル確率増加。これも効果量が低いので期待値的には微妙なんですが、こと1発が大きいキャラスの方は、マックスにとっては、上振れ機会の増加になるので割と好きな OP です。とはいえまあ優先度は低め。で、クリティカルダメージ。この子も計算式の被害者です。クリティカルダメージ 1.5 倍に加算のバフなので、やはり攻撃力などの万能 OP と比べると悲しさがあります。最後防御力増加。リターとかにつければワンチャン。終わり終わり、やっと一般向けについて話を得た。ここまで11分嘘でしょ。ということでラストスノーホワイトについて語ります。前までのエアプロと比べて今回は割とガチプロです。スノーホワイトをオーバロするメリットについて、一番大きいのが特殊個体のワンパンが見えるようになります。実はオーバーロードなしでの特殊個体ワンパンはかなり難しいです。オーバーロードのオプションはあまり関係なく、頭、腕装備の基礎攻撃力の上昇がかなり大きいからですね。特殊個体ワンパンはスノホアの1発に全てのバフを乗せて撃つという方法なんですが、最終的なダメージは結局基礎攻撃力かける倍なので、基礎攻撃力が低いとお話にならないんですよね。オバロ何個で、バッファーのスキルレベルはといった話は、このサイトで試算してみるのもいいかもしれません。概要欄にリンクを貼っておきます。ちなみにこれは無凸、オバロなしの電車2パン想定です。特殊個体ワンパンを例に挙げましたが、基礎攻撃力が重要というのは通常戦闘でも変わりません。スノーホワイトの真骨頂はバフを持った1発のダメージを大きくできるとこにありますし、そんなこんなで頭、腕のオバロはかなりおすすめです。モダニアと比べて OP の依存度はそこまで高くないので、攻撃力があまり上がらない道、足をモダニアに渡す、というのもありかもしれませんね。で、次にオプションについて、まずマストは攻撃力、で、次からが周波で分かれます。候補としてはチャージ速度、相談数、有利コード、クリティカル率の4つです。それぞれの解説をすると、チャージ速度は5秒バフをできるだけ多く乗せるため、ダブルタップスキル発動でだいたいチャージ速度15程度で1000乗せられます。マックスウェルのバフもあるので2箇所ですかね。次に相談数、直接的に火力に関わることはありませんが、赤丸破壊やミサイル落としなどで増やしておくと何かと便利です。3つ目は有利コード。これはまあディガーを粉々にするためですね。ディガーに並々ならぬ像を抱いてる人がつける OP です。最後にクリティカル率。これは決して上振れ狙いのための OP じゃないです。基礎15、ネオンのスキル2の45、スノホアのスキル2の25、それに OP で15のクリ率を加算して確定クリティカルスノーホワイトを誕生させよう。そういった思想がクリ率周波です。まあ実際はその4つがついたら嬉しいよってくらいで、どれに特化させる必要があるわけでもありません。好きなオプションで好きなように楽しみましょう。ということで今回はここまで、めちゃくちゃ長くなって申し訳ない。いやこれ知りたかったんだがちゃんと説明してってのがあればコメントにて、いつも高評価、コメントありがとうございます。励みになってます。では明日はドロシー楽しみ、次の動画でお会いしましょう。